皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客したいと言っているのに集客できない教室の先生に共通するある一つの思考特徴ということについてお伝えしてみたいと思います。若干長いなタイトル。はい。もしもこれに思い当たる、ね、人がいたら、いや私集客したいんですって言ってるんだけれども、集客ができていないということに思い当たる先生にとっては、これからお話しする話は若干ちょっと耳が痛いという話かなっていうふうに思うので、先に予告をしておきます。はい。これは一人だけのお話ではなくて、数人、私がいろいろとこうお話をしている中で、集客ができていない、うまくいってない先生に共通する思考の特徴をまとめてみたというお話になりますので、一人だけではないです。はい。で、それ私もそうだっていうふうにもしも思うようなケースがあれば、ちょっと発想の転換を変えていただくだけでもだいぶ状況が変わるかなというふうに考えてますので、そんなイメージで本日の話は聞いていただければというふうに思います。はい。じゃあ本題に入るんですけれども、まずですね、集客は基本したいわけですよ。集客をしたいということは現状ができていないということになるわけですね。だからしたい、ちゃんと生徒さんがいっぱい来てほしいという状況があるんですよね。だけれども、そのうまくいく状況を作る手前のところでブロックがかかっている大きなその方の思考癖っていうのがあります。はい。それは、どういう思考癖かっていうと、そんなに一生懸命集客しているように見せたくないっていう、これが大体共通している言葉です。でそれを解説するとどういうことかっていうと、頑張って集客をしていると営業をいっぱいかけてるみたいで、はしたない、ないしは浅ましい、自分ってそんなにそこまでやってる風に見せるのは惨めだとか、大体そんな感じの思考があって、だから理想は、私そんなに頑張って集客してないけど生徒さんがいっぱい来て満席になっちゃってますみたいな状態を作りたいタイプの人たちがそういう感覚になります。で、これってできないのかって言われるとできるんです。一部のすごいカリスマのサロネーゼとか言われるようなタイプの人たちって、頑張って集客をしていなくても、現状ですよ、現状していなくても普段から発信をしている発信の延長にちょっとイベント告知するとすぐ満席になっちゃうっていうタイプの人がいらっしゃるのは事実です。で、その状態に憧れるのもよくわかるんですけれども、その方たちもいきなりそんな風になったわけじゃなくて、例えばちゃんと地道な発信とか、地道に一人一人のお客さんをフォローアップしたりとか、いろいろこう見えない影でやってらっしゃる努力とかもあるんですよね。全ての方を私知ってるわけではないんで、私が知ってる限りの、有名なカリスマサロネーゼと言われている人たちは、もちろん人柄もいいし、人知れず裏ですごく努力とかなさっていて、フォローアップをきめ細かくしているんですね。で、その裏の状態を知らずして、特に集客をすごく、そういう方たちが共通して言うのはゴリゴリやってるって言葉とかよく使うんですけれども、なんかそういう推しが強いような、自分が一生懸命やってますみたいな感じじゃなくて、人を集めたいっていう、ちょっと割と矛盾したことをおっしゃる方が多いんですよ。で、一部の方はねできるんです。だけどそこまでになるまでは、多少はやはり自分なりきに努力をしていかなくてはいけないですね。で、そういう時に何がブロックになるかっていうと、売り込んでるように見せるのが嫌っていうのが大体ブロックになります。そういう方っていうのは何を嫌がるのかっていうのと、まず顔出しを嫌がります。まず顔出しを嫌がる、SNS 関連、
教室の先生で言うと、顔は出しててもこういう感じの写真とか見たことないですか？ちょっと斜め45度下を向いてるみたいなとか、まあいいんですけどね、お料理とかこう作業している、こうボールを持ってこうかき回して下を向いてる、まあちょっと笑顔でみたいな、そんな写真とかあるんですけど、いいんです、いいんですけど、人ってやっぱフェイス2フェイスなので、それが2次元のウェブの世界だったとしても、やはりぜひいらしてください、ウェルカムですって言ってる笑顔、にこやかな、まあ、じゃあそれが作業しているね様子だったとしても、その先生とこう斜に構えてこうやっているタイプの先生では、どちらの方が基本的な好感度が高いかって言ったら、やっぱり正面向いて笑顔の先生の方がまず好感度が高いんですよ、一般的にですよ。そういうちょっと斜に抱えた構えたかっこいい先生好き、哀愁漂う先生好きっていうのは、そういう方を集めることを目指してください。基本は笑顔でいかにも自分を受け入れてくれそう、迎え入れてくれそうっていうタイプの先生の方が基本人気なんですね。だから集客をしたいって言っているのに、自分からまずは、信頼してもらいにくい方法を取っている、その理由は自分が恥ずかしいからです。まあ、家族の反対に合ってるっていうケースもありますけど、それは家庭環境を整えましょう、お仕事ちゃんとしたいんだったらっていうところもあるので、まずはその写真とかをきちんと載せるのを嫌がるっていうのが1点ですね。でもう1点、2つ目は、そのゴリゴリしているように見せたくないっていうことで、募集告知の文章とか上げていくのをためらう、そうですね、あと回数とか頻度が少なくなる。でこれは確かにSNS 上であんまり告知するとうざがられるのは間違いないんですよ。だけれども、ある一定の露出を上げないと知ってもらうことができないので、そのある一定の回数は告知しないといけないんですよ。知ってもらうっていうことで、タイミングを逃したっていうことで、で私が知ってる限りのあるデータでは、その一つのねイベントに対して5回ぐらいはしないと認知してもらえないっていうケースがあるっていうのは聞いたことがあります。例えば1回目2回目ちょっとスルーしてて、3回目4回目とかうーんと思って5回目最後の押しでやるとか、だそれぐらいが本当にこう告知をきちんとしたくて浸透したければ、やっていく頻度になるんですよ。でこれっていうのは逆の方向もあって、特に LINE なんかでそれぐらいの激しさで告知をしたりとか、 LINE って本来そういう告知ばっかりをするのに向かない媒体なんですけれども、そういうので5回とかやるとブロックが異常に増えます。そして途中まで人数増えてたのが一気に減るとか、あとはインスタグラムもそういう傾向があるので一気に減るとか、そういう形になるので、それが怖いです。で確かに減らない方がいいんですけれども、このせめぎ合いが難しいのが、普段から割とコンスタントにそれなりの数を発信している人は、そこに告知を埋もらせるというか埋めていくのはそこまで嫌味な感じにならないんですよ。だけれども、そういう普段集客ってあんまりしてる自分を見せたくないっていう人に限って、唐突に自分が集客したいタイミングの時だけ頻度が上がったりとか、今まで全然そんなに日常のこととかも喋っていなかったのにその時だけアップするとか、だから結果として自分がゴリゴリ集客しているように見せたくないみたいに言ってる割には、そういう状況を自分で作っちゃってるケースとかがあるんですよ、もともとの頻度が少ないから。だから頻度を上げている中に混ぜ込ませるとそこまで嫌味に見えないんだけれども、普段は少ないのにやっぱりこの時だけはどうしても集めたいなっていうふうにやる、そして解除される、そして自分が傷つくっていう、それをしたくないがためにそのゴリゴリしてるようにするのは嫌だとかいう形で、結果として露出頻度を減らしてしまっている、ますます集客できなくなる。なぜならばそんなことをやってることすら人は興味がなければ見ないし知らないしどうでもいいっていう感じなんですよ。ということで、告知する時にもやはり上手に文章を書いていく練習が必要だし、上手に文章を書いていくっていうのはやらないとうまくならないんですよ。だから
拒否されたとか解除されたって言ったら、あ、そういう書き方良くなかったんだなって言って次直すとか、何かの残念な洗礼を受ける必要があるんですよ、前に進んでいく上で。これを嫌がると結局成長しないので、いつまでたってもうまくいかないという状況がずっと続くということになりますね。だからある一定の量の露出、ある一定の量のオファーっていうのはしないといけないんですよ。で、それなのにしていないのに集客したいっていう、それが矛盾したことを言っているっていうのが気がついてない方がいらっしゃったりします。で、いろんなケースとかがあるんですけど、あと最近特に感じているのが、10年とか15年とかやっている先生にこのセリフです。なんか一生懸命集客しているように見られるのは私のキャラクターではありませんっていうようなセリフを言う方いらっしゃるんですけど、いいんですよ。その集客しているように見せないって言ってこうシーンとしてて、勝手に人が来るんであれば何ら問題なくその状態を保っててもいいんですけど、そういう方にね、一番知ってほしいのは世の中が変わったっていうことを知ってほしいんですよね。例えばご自身がやっていた頃、15年前とかっていうのは教室がそもそも少なくて、そこに教室があるだけで集客できちゃってた可能性が高いんですよ。そうするとその人にとっては集客という概念なくして勝手にお客様が集まるという状況が作れていたんですね。で、それはもちろん確かに講座が良かった理由もあるんですけれども、今がそれがもし勝手に来なくなって難しくなったとしたら、講座の魅力が半減している可能性があります。それは相対評価っていうことです。ご自身が悪いとかではなくて、そして、発信しなくても勝手に来てたっていう先生の場合には、大概口コミとあとリピートの生徒さんが多いっていうところですね。それで来ているケースが多かったので、今は教室数が増えてしまったので相対的に、まあ、生徒さんの取り合いみたいな雰囲気になっちゃうところもあるんですよね。そうすると目立っているところに当然人は行ってしまうので、町の姿勢の教室運営ないしは、露出をしていない状態で来てくれるのを待ってるっていうことで、まあ、ある意味他の方に比べると楽をしている状態になるわけなんですけども、それで結局自分は傷つかないです。その見え方がゴリゴリガツガツやってるように見えないから。だけれども一方でちゃんと自分の魅力を外向きに発信して、こういう人が来るとこんな風になれる教室ですよっていうのをアピールしている人、浅ましいとかね、恥ずかしいとかって思う、その気持ちっていうのはじゃあどこから来てるのかっていうと、生徒さんにそれを分かってもらってよりいいレッスンを早く見つけてもらうためのアピールをするって恥ずかしいことなんですかという話なんですよ。で、それを嫌だっていうのは生徒さんに伝える、困ってる人を助けたい、ないしはもっと喜んでもらえるためのレッスンを知ってもらいたいっていう気持ちよりも、自分が恥をかくのが嫌だ、自分が拒否されたように思われるのが嫌だ、例えば新講座をリリースした時に全く予約が入らないと自分が恥ずかしいじゃないですか。だから自分が恥ずかしいのを防ぐために最初からそういうふうに見せないっていう、要は自分が可愛いですよね。なので、自分が可愛い精神が強いと当然、無難な言葉で発信するし、無難な頻度で発信するし、誰かが紹介してくれればいいなっていう他力本願的な形で集客をすることになるので、いつまでたっても集客ができないことになります。で、浅ましいとかね、恥ずかしいとかいう、その確かにね、度合いはあるんですよ。激しく一回体験したらもう返さないくらいにしつこくねメールを送るとかっていう話も聞いたことあるんで、それはやっぱり行き過ぎだと思うんですよ。あくまでも来たい人が来るっていう状態を作っておいて、でその人たちが必要だというタイミングで講座がそこにあればいいっていうだけのことなので、これは全く売り込みでも何でもなくって、興味がある人を集めておくっていうことをそもそも怠っている、怠慢な状態をしている自分の状態をさておきですね、それを発信をすると嫌がられるから嫌だっていう、いや要は自分で全てその状態を作ってしまっているんですね。私が、
集客っていう部分で出だしの頃はとにかく知ってもらわないといけないので、あらゆる媒体に登録もしたし、発信の頻度としてのブログ、お役立ち情報と呼ばれるものですけど、最低毎日発信してましたし、今ほどね SNS は多くなかったですけれども、それはひたすらにその自分の講座にもちろん来てほしいっていう気持ちはあるんですけれども、その自分の講座に興味を持つ人が何を知りたいかっていうことを中心にブログをものすごく一生懸命書いていたので、自分の中ではさっぱり売り込んでるっていう感覚はなかったです。はい、一番下にバナーはついてますよ。ご興味を持った方はこのレッスンがありますとか、メルマガでレッスン情報をいち早くお届けしてます。当時メルマガやってる人も少なかったんで、そういう意味で登録されてる方とかも多かったんですけど、結局それを繰り返しているとたまにイベントレッスンとか告知すれば、普段から見てくださってる方とかが、あ、レッスンだ、あ、高橋さんのレッスンだ、行こうっていうことで申し込みされるので、結果としてすぐ満席になっていたんですね。でこれをその勘違いする方は、その売り込まないと、レッスンが売れないと思ってるから、浅ましいとかかっこ悪いとかっていうふうに言う自分のマインドブロックがかかってしまうことによって、余計集客できない状況を作っているっていうことなんですね。集客っていうのは、集めるお客様って書くんですけど、基本的には集めるというよりは集まるようにそもそも準備しておくっていうのが私のイメージの集客のイメージなので、大抵その嫌ですとか言ってる方はそもそも下地の準備をやってない方がほとんどです。下地の準備をやっていてファンとかが多ければ売り込みも何もただ日程と内容だけ告知するだけで普通に予約が入ってくるんですよ。だからその自分のねやるべき努力を棚に上げて、それはやりたくない、これもしたくない、ゴリゴリ集客しているように見えるのは私のキャラではありません。でもお客さんは欲しいですっていうのがどれだけ矛盾していることを言ってるかっていうのはちょっと理解をしてほしいんです。昔はやらなくても集客できてた時代はあったはずです。なぜならば教室が少なかったから。なので昔と今が違うんだっていうことをまず理解をしなくてはいけないんです。認めるの嫌かもしれないですけどね、特に花形で当たり前のように満席が続く普通のレッスンができてた方が今できていないケースの時にはその現実を認めたがらない方が多いんですけど、時代は変わっているっていうことをまず理解する必要があって、その上で今どういう形でやるべきか伝えるべきかっていうことを理解して発信する必要がある。最低限でその好感度が高い発信っていうのは売り込みではなくて、やはりお役立ち情報とかその見たい人が興味を持って見るような情報を発信することになりますので、自分が可愛いのか、その来ていただく方にとって役に立つことをやるのかっていう、この2つがやっぱり大きな違いになるかなっていうふうに思います。私はほぼね毎日に近くこうやって動画を撮っていますけれども、結局それっていうのはどこかの段階で届けたい方がきちんと見てくれて私を知ってくれて、でその後見るべきページはもう作ってありますから見てもらって、でさらに踏み込みたいと思ったら問い合わせが来ればいいっていうふうにもともと作ってあるので、普通に月にね何件何件という形で問い合わせが来て、その方が本当に私の力が必要でコンサルティングが必要ということであれば申し込み、あとはたまに数ヶ月に一度の大きなイベントみたいな形での講座が立ち上がる時にはやはり告知します。でその時に解除をされる、例えば LINE 解除、マイルマガ解除とかされるっていうことは、そういう情報は嫌だけど無償の情報は欲しいっていう方だったっていうことで、それ以上ご縁がないことになります。
でその方たちっていうのはその1回のじゃあ例えば何か告知をね嫌がったがために無償で今までずっと読むことができていた情報とかも全部シャットダウンするっていうことなので、将来的にもその方とは多分つながることはないので、それはそれで良しとするっていう、その割り切りがどの道必要になってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。ですから自分がその開示、自己開示をしないと相手に信じてもらいにくいのが今のネット社会の状況で、かつ黙っていたら人って来るような状態じゃなくて、その周りにどう評価されようとも自分が今どういう人生を生きたくって、どういう人と出会い、どういう人と教室運営をしていきたいのかっていう視点から集客活動していくっていうことが必要なんじゃないのかなと思って、お話をしてみました。まとめていきたいと思います。集客したいと言っているのに集客できない教室の先生に共通するある一つの思考特徴とは、他人のために動けるのか、自分のことを、自分のことを優先するのか、他人のために動けるのか、この違いが一番大きいので、自分の恥ずかしさよりもそのお役に立つ人のために発信をしていこうというふうに頭が切り替わった時に集客活動っていうのはうまくいくんじゃないかなっていうふうに思っているので、そんなお話を今日いたしました。よろしくお願いいたします。それでは。